柄でもねえが、不意に昔のことを思い出す時がある。5年前、私が騎士団の大隊長を務めていた頃の話だ。負けず嫌いで礼儀知らずで、クソ生意気なところなんかが、ウサトによく似ているやつがいた。そして妙に慕ってくる、そんなやつだった。次回、治癒魔法の間違った使い方、第8話、大隊長ローズ。